土方区比、若夏か、服部土方教法15年1月18日は、江戸時代前期の廃人である。松尾芭蕉と同郷の後輩で、正門重明の一人に加えられることもある。芭蕉晩年の廃論を整理した三冊子などの著書を残した。本名は、宝永、通称は半左衛門。号は、足場、美野虫庵、左中庵。伊賀上野に生まれた。米問屋、 キズマゴジロウホナンの逸ツとして生まれた後、医学に東道藩士、服部トリ藩左衛門の養子師となる。幼い頃に馬蕉に徘徊を学び、はじめ、足馬と合した。1685年、水口塾で旅の途中の馬蕉と20年ぶりに再会し、1688年に藩を知死し、訪れた馬蕉のミノムシの音を聞きに来よ、草の寄りの区から、 ミノムシアンと呼ばれる。配合も足馬から土方に改めた。土方を中心に、伊賀将門は大きく発展した。編著書として、馬蕉の廃論を伝える、三冊子、馬蕉の生涯全作品を集大成した、小奥集、小奥文集を完成させた。このほか横日記、ミノムシアン集などの日記を残し、当時の徘会についての価値の高い資料を残した。土方の国は、 サオジカの重なり伏せる彼のかな、などがサルミノに召集されている。ありがとうございます。